あれ、霊夢もうぷ主もいねえじゃねえか。おいおい、もう撮影始まってるってのに。呼ばれて飛び出てじゃ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 ん。なんかいる。はい、ってことでゆっくり霊夢です。お前どうしたその姿。いやー、いつも通りの画像だけだとインパクトに欠けると思ってリアルの世界に飛び出てみました。まあそんなことはどうでもいいのよ。どうでもよくないですけど。さあ今回紹介するものはこれ。リンアライズは5匹のみ、アスカ、ラングレーダー。霊夢さんかは減ってますよ。え、アヘッド。言ってねえわ。そんで今回は美少女フィギュア動画なのか。いやこれプラモよ。はぁ、嘘だろお前。出はしかと見よ。おぉ、マジでプラモじゃん。プラモデルの新しい表現に挑むフィギュアライズラボシリーズの第4弾、エヴァンゲリオン新劇場版派に登場するテスト用プラグスーツを着用したアスカよ。ん、バンダイの変態クオリティ。まずは今回の目玉の一つ、エイランナー。肌に密着したスーツのクリアオレンジ部を特殊成形で再現したらしいわ。見た目がアメ細工みたいでキラッキラしてんな。いやーエッチですねー。うわ、急に戻ってくんな。特に尻の部分。なぜカットした？軽く暴走しかけてたからだよ。そんなことはさておき、おい、これが D ランナー。細かく作ってくれるのはありがたいんだけど、緑部分凸がほとんど違うから、はめ込む際間違えないようにしないとね。続いて F ランナー。全部髪の毛の部分みたいだな。美少女プラモ組むの初めてだから、ちょっと驚いたんだけど、ちゃんと先っちょ部分はシャープになってるのね。そういえば普段メカモンしか組んでねえもんな。お次は G2 ランナー。ここは軟質系のパーツみたいね。次は G1 ランナー。上半身のパーツはめ込むとこだから完成後は見えないとこみたいよ。このキットの大部分締めるパーツ、E ランナー。グロスみたいな感じなってて、まさにスーツって感じだな。ただしょうがないんだけど、成形時にできるパーティングラインが足にできちゃってるのよね。あーこれは結構目立つな。私たちは今回塗装はせずパチ組だけど、全塗装とか大変そうよね。元キットグロス仕様だし。でこれが顔部分の B と C ランナーよ。目と顔は分かれて作られてるんだな。シールかと思ってたぜ。さすがに別パーツしてるだけあって結構こだわって作ってるみたい。最後に付属シール。普段マーキングシールは使わないけど今回はじゃんじゃん使ってくわよ。それで出来上がったものがこちらになります。3分クッキングかな。グロス仕上げにツヤありツヤなしがあるこのキット。それにパッと見だとボディ部分にゲート跡が見当たらずパチ組なのにこの完成度。塗装してないのにこれってやばいわ。ちなみにサイズは HG の箱より少し小さいぐらいね。髪の部分も全部シャープ化されているし、合わせ目もできないようになってるんだな。ぴっちりスーツ特有の表現がいい感じにされてるおかげで尻とへそがまあエロいのなんの。ただ透明部分は他のパーツより淡いから、組み立てる時なんか注意した方がいいんだぜ。それと個人的に、シール部分が他より浮いてる感じがするから、塗装した方が完成度はより高くなると思うぞ。まあお値段はそれなりにするけど、なかなかの出来だしくっそ可愛いキットなので、納得のお値段だと私は思うから、もし購入機会があるならおすすめするわ。